皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。高校受験対策、定期試験対策でもなる中学理科基礎ミニテスト、今回は合成抵抗を求める問題です。下のそれぞれの図全体の抵抗を求めましょう。1番は10オームと15オーム、この抵抗が直列に並んでいますよね。それに対して2番、今度は10オームと15オームの抵抗、並列に並んでいます。3番ではこの10オーム15オームの並列の回路の隣に5オームの抵抗がついていると、こんな感じですね。皆さんはここで一度動画を止めて、どうやって全体の抵抗を求めたらいいか考えて答えを出してください。そして答えが出たらもう一度動画を再生し、正解を確認しましょう。正解と考え方はこのようになります。1番の直列回路、直列回路というのはそれぞれの抵抗の大きさ、これを足し算して求めました。教科書では R イコール R の1たす R の2、こんな式が書いてあったかもしれません。ですから足し算して10たす15は25なので、25オームというのが答えです。2番の並列回路、並列回路は逆数を使って計算することができました。教科書では、全体の抵抗 R 分の1イコール R1 分の1たす R2 分の1と、こんな式が書いてあったかもしれません。これを使って10分の1たす15分の1、計算すると30分の5になります。約分して6分の1、これは逆数なので6分の1の逆数の6オームが答えということになりますね。3番、この場合は2番でここの部分の抵抗が6オームと分かったので、ここを一つの抵抗器と考えると5オームと6オームの直列回路ですから、直列回路は足し算で5たす6は11ということで11オーム、これが答えになります。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。